いろんなゲームのいろんな情報をお届けするニャニャネコマリオタイム。夏休みも終わって新しい季節が始まるニャ。新学期も元気いっぱいでお届け。早速このコーナーから行ってみるニャ。熱血ニャニャ学園イカ部2。お本、スプラトゥーンが上手くなるための部活、ニャニャニャ学園イカ部。私がネコマリオ部長だ。今日もキノピオ隊長くんと一緒に練習をしていくぞ。はい。今回はイカたちの怪しいバイト、サーモンランを特訓するぞ。はい。サーモンランは4人で協力して迫り来る鮭を倒しイクラを集めるバイトだ。中でも大物鮭から入手できる金イクラを集めることが主な目的となっている。はい。では早速この大物鮭の倒し方を特訓だ。はい。その1、爆弾。爆弾は頭の上で作った強力なボムで攻撃をしてくる非常に恐ろしい大物鮭だ。頭のボムにインクを当ててボムを投げられる前に爆発させると倒すことができるぞ。それ以外への攻撃は弾かれてしまうので注意が必要だ。それではキノピオ隊長くん、しっかり頭を狙うんだぞ。はい、はい、こら、狙うのは下じゃなくて上。射程が短い武器で頭に届かない場合はチャージャーなど長射程の武器を持った仲間に倒してもらおう。代わりに周りの雑魚敵を倒してあげるとお互い幸せだぞ。はい。その2、モグラ。地面の中からこっそり近づいて急に飛び出してくるこのモグラ、飲み込まれると一発でアウトだ。飛び出している間に攻撃して倒すこともできるが、このようにスプラッシュボムを飲み込ませると一発で倒せるぞ。キノピオ隊長くん、食べられないように注意してやっつけるんだ。はい、はい。こら、一緒に食べられてどうするんだ。コツをつかめば楽に倒せるので、コンテナの近くまで誘導して倒すと金イクラの回収が楽になるぞ。その3、カタパット。ミサイルをロックオンして撃ち込んでくる厄介な大物鮭だ。2つの発射装置が開いている間にスプラッシュボムを投げ込んで倒すことができるぞ。キノピオ隊長くん、やってみろ。はい。よーく狙って海に投げるんじゃないぞ。はい。撃て、バカ者。行ってるそばから。カタパッドは放っておくと面倒だぞ。仲間と息を合わせて素早く倒すんだ。ピンチの時は支給されたスペシャルウェポンを使って倒すこともできるぞ。本日の特訓はここまで。次回も引き続きサーモンランを特訓するぞ。はい。キノピオ隊長くん、バイトでも相変わらずの出来ね。ようこそ SR388 軍団へ。久しぶりだなお前たち。夏休みも終わって憂鬱な毎日を過ごしているだろう。そんなお前たちに毎日がお休み気分、悪の軍団の素晴らしさを教えてやろう。今日は遠い宇宙 SR388 という惑星に生息し、メトロイドサムスリターンズの中であのサムスアランを苦しめている生物たちを紹介するぞ。まずはグルグだ。サムスが近づくと空中から急降下してくる凶暴な生物だ。しめしめ、気づかず近づいてきたぞ。今だって、嘘、アッパー、気絶しちゃったの。ギャフン。こいつは猛進、鉄壁の仮面を持ち猛スピードで突進してくる恐ろしい生物だ。サムス、貴様の攻撃など効かぬのだ。下にいるよ、
何後ろ向いてるの？後ろは弱いんだって。次はチュートだ。垂直に上昇し、左右にゆらゆら揺れながら舞う特性を持った生物だ。倒しても倒しても無限に発生する。なんともいやらしい頼もしいやつだ。あれ、おいおい、凍らされちゃったの？お前足場になってるじゃん。次はネボーだ。動きが鈍くなる水中で大群で行動する生物だ。サムスのライフはギリギリよ。今がチャンスだぞ。何それ、すげえ連射。ビームバーストっていうの？逆に体力回復させちゃったじゃないの。こいつはパプー。動くことはできないが、連続で炎を吐き続ける生物兵器だ。うわはははどうだサムス、これでは先に進めまい。ん？なんか光った。うて、時間の流れがゆっくりに。やめてくれよ。 SR388 どうだった。次に紹介するのはドラゴンボールゼノバース2 for Nintendo Switch。 このゲームの舞台はもちろんドラゴンボールの世界なんだけど、どうやら何者かによってドラゴンボールの歴史が変えられようとしているんだにゃ。歴史が変えられちゃったらお話も変わっちゃうよ。それを阻止するために君自身がタイムパトローラーになってドラゴンボールの歴史を守るために戦うのがこのゲームの目的だにゃ。主人公の姿は細かく設定が可能。どれにしようか迷っちゃう。所長、敵も味方も動き早すぎ。息もつかせぬこの攻防はドラゴンボールならではだにゃ。ジョイコンを分け合って2人で対戦するのはもちろん、でっか最大6人で協力して巨大なボスと戦うことも。なんだかワクワクしてきた。って、あれ？何？この人、海洋剣。これはもしや、カメハメハー。嘘でしょ、本当に技が出た。じゃあ私は魔漢光殺法なの。早期弾。うおー、ファイナルフラッシュデスボール。死ぬのはお前だ。オラに元気を分けてくれ。元気だなーと、こんな感じでジョイコンを使うと憧れのあの技を自分の手で繰り出すこともできるんだにゃ。これで私も得意みたいになれるかしら。今回の紹介は以上だにゃ。今日の放送はここまで。今回はちょこっとニャンディーズでお別れ。任天堂 e ショップで売っている注目のインディーズソフトを紹介するにゃ。これは任天堂スイッチハズビーンヒーローズ。3人の勇者を操作して悪魔に立ち向かう RPG なんだにゃ。たくさんの敵が3列で攻めてくるんだけど、同じ勇者を使って続けて攻撃することはできないんだにゃ。じゃあどうするの？どんどん敵が迫ってくるわよ。別の勇者と列を入れ替わることで連続して敵を攻撃することができるようになるんだにゃ。なるほど、別の勇者と入れ替わるというのがポイントね。3人の勇者はそれぞれ一度に攻撃できる回数が違うんだにゃ。回数が多い方が強いってこと？なんなん、単純に多ければいいってことじゃないんだにゃ。効果的に敵を倒すには緑色のスタミナゲージの数と勇者の数字をぴったり揃えて攻撃すると。敵が気絶した。それだけじゃないんだにゃ。この状態で攻撃すれば大ダメージを与える。